なんとトネが届きました。とりあえず記念ドナティオン、お花畑観察地の飲み物代の足しにどうぞ。応援してます。ヒロヒロヒロ4人をドネートと応援ありがとうございます。ありがたくエナジードリンクに使わせていただきます。皆様ごきげんよう。エナドリはモンエナ派、夜のお花畑の魔女アザリアです。今回作家の北原みのりさんがアイラの連載でコラボについて書いていたので触れてみます。それにしても女の話はありがたいって、これ女が男だったらめちゃくちゃ叩かれると思うのですが、内容は全く関係のない犯罪事件を今回のコラボ問題に結びつけたり、フェミ様御用達フェンダーギャップ指数を引き換えに出したり、なんか急に子宮頸がんの話ができたり、男よりの社会と現在の日本を言ったりと、なんか文章がとっちらかってて本当に作家さんとなりましたよ。純粋に主義主張が合わないから読むのが苦痛だっただけかもしれませんが、そんな記事ですが、コラボ問題をやはり攻撃と捉える典型的なフェミニストさんの主張を載せただけのものなので、正直新しい情報もなければコラボへの援護になっているとも思いません。しかし気になる点があったため突っ込ませていただきます。文中に表現の自由に危機が迫っているとしたら、原因はフェミニストではなく移植するメディアと政治の問題だろうとあるんですが、これ移植させている人誰だと思います？声だけでかくてその商品の購買層でもないくせに怒鳴り込んでくる人、要するにフェミニストさんですよ。何ですか？このクレーマーに屈した側が悪いみたいな書き方は。あとフェミニズムは徹底的に女たちの声なのだ。相変わらず主語がでかい全ての女性がフェミニストじゃないですよ北原さん。あと北原みのりさん、こんなくだらない記事書く前にやることありますよね。セカンドレ、負の街、草津なんてデマをルフした一人でしょあなた。一言謝るべきでは。今回の件皆様はどう思われましたか？ご意見ご感想などご気軽にコメントでお寄せください。少しでもいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録を。また励みになりますのでドネートでの応援もよろしくお願いします。ネットのお花畑観察が趣味のアザリアでした。